5つの艦から構成されたユーリオンユーリオンとは偽造防止技術の一つとして1996年以降に発行された各国の紙幣等に見られる模様である。開発した会社の名前からオムロンリングと呼ばれることもある。大韓民国戦音紙幣。表面左上の周りや中央部の背景に描かれた梅にユーリオンが付加されている。US20 ドルのユーリオン。 青でマークされた星座のようなものがユーリオンである。発光元が副写を禁じる印刷物に対してこの模様を付加することで、副写禁止印刷物であることを画像処理ソフトウェアやカラー副写機が容易に検知できるようになり、偽造の防止に役立つものと考えられている。ユーリオンの元となる偽造検出技術は、日本のオムロンが1994年に設計、開発したものであり、 同社が特許権を有している。技術面の詳細は非公開であり、同社は各国の印刷局やソフトウェア、副社機メーカーなどの特許利用者に限って公開している。ユーリオンという名称そのものはマルクス・クーンによる造語である。2002年の前半、クーンはゼロックス社製カラー副社機の紙幣副社防止機能について実験しているとき、この模様を発見した。 通過単位のユーロと模様がオリオン座によく似ていたことにちなんでユーリオンと命名されており、いわゆるカバン語である。五つの小さな木、緑、または大々色の円形模様を最小単位として、これらが紙平面の様々な方向へ繰り返し描かれる。これらは単なる五つの円であるが、副写機の処理を停止してカラーコピーを防止するには十分であると空運は、 説明している。後に、アンドリュース・テアが、隣の円までの事情距離が簡単な整数比で表せ、画像処理ソフトウェアが、ユ利リオンを能率的に検出するための手がかりになっていると指摘している。ユーリオンの存在が最初に認知されたのは10ユーロ、紙幣であり、かつ、同紙幣のユ利リオンが最も有名である。複数の国において、中央銀行が、 紙幣のデザインに有利音を採用している。戦術の通り、有利音は日本で発明された技術である。紙幣の採用は、世界的に見ても、比較的早く、2000年発行の D2000 円券に採用されている。2004年発行の E 券全てにも採用され、2007年に2000円を除く D 券が発行停止となったため、 現在発行されているすべての日本銀行券は表裏両面に有利音が描かれている。ドイツで1996年に発行された旧紙幣では呪文に描かれた微細な同心円の中に有利音が描かれている。1999年にイギリスのイングランド銀行が発行したエドワード・エルガーの20ポンド紙幣では音符の不等部分として有利音が描かれている。 アメリカでは2003年以降シリーズ2004として発行されたドル紙幣で黄色で描かれた額面金額が裏面に散りばめられて印刷されている。1の位の例がユーリオンの役割を果たしている。2016年4月現在ユーリオンが描かれている紙幣は下記の通り。現在発行しているすべての紙幣にユーリオンが描かれている国。 地域については太字で示す。かつてユーリオンが描かれていた紙幣は下記の通り。Adobe Photoshop や Paint Shop Pro といった画像処理ソフトウェアの最新版では紙幣の画像を印刷しようとすると拒否されることが同ソフトウェアの利用者より報告されている。アメリカの雑誌ワイヤードによるとこれらのソフトウェアに搭載されている。 紙幣検知機能は世界の中央銀行が共同で設置した中央銀行偽造防止グループが開発しソフトウェアモジュールとしてアドビシステムズ社などのソフトウェア会社に提供されたスティーブン・ジェイ・マードックの実験によると CDS は有料の模様に依存せず動作し DJ マーク社が開発した電子透かしが紙幣の画像に埋め込まれておりこれを検知していることが判明した ありがとうございます。